まるで彼氏、大陸の奇跡セブンティーン淳、国宝顔面八頭身スタイル炸裂の来日中ショットに熱視線。韓国の13人組グループセブンティーンの順27が21日までにインスタグラムを更新。日本の街角に佇む物汚げな金煙を公開した。23ツアーのため、現在来日中のセブンティーンメンバーたち。 この日、ジュンは人が歩いているポーズの絵文字を添えて、火が落ちた街中のカフェの前でうつむく横顔ショットのほか、交差点の手前でカメラに視線を向ける全身ショットなどを投稿。シンプルな黒パーカー姿で夜の街歩きを楽しむ様子を、中国出身のジュンは、ヒップホップボーカルパフォーマンスの3つのチームに分かれて多彩なスキルを披露するグループの中で、 パフォーマンスチームに属し、182センチの恵まれた体育を活かしたダイナミックかつしなやかなダンスが持ち味。さらに何と言っても大陸の奇跡の異名を持つほどの端正なビジュアルが広く、<い>この度の近鋭でも、完璧に配置された美しい美貌や発闘心はありそうな抜群のスタイルを披露している。作り込まれたビジュアルではなく、 昨日置けない誰かが撮影したかのようなナチュラルなポートレートに、各国ファンからは、とてもハンサム、上質な横顔、相変わらず美しい。最後の写真を壁紙にするね。神様、彼はとてもキスタイル良すぎる。足が長い、まるで彼氏みたい、といった最上級の惨事が相次いだ。韓国の8人組グループストレイキッズと共に、 年末に行われる第74回 NHK 紅白歌合戦への出場が決定し、画前注目度が高まっているセブンティーン。予習をされたばかりの最新ミニアルバム、セブンティーンスヘブンをチェックしてみてはいかがだろうか。韓国の8人組グループストレイキッズとともに、年末に行われる第74回 NHK 紅白歌合戦への出場が決定し、 画前注目度が高まっているセブンティーンを兼ねて先月発売されたばかりの最新ミニアルバムセブンティーンスヘブンをチェックしてみてはいかがだろうか。韓国の8人組グループストレイキッズとともに、年末に行われる第74回 NHK 紅白歌合戦への出場が決定し、画前注目度が高まっているセブンティーン。 予習を兼ねて先月最新ミニアルバムセブンティーンスヘブンをチェックしてみてはいかがだろうか